こんにちは。今回は初心者のためのギター講座ということで、コードチェンジのコツをやってみたいと思います。コードのですね、一つ一つは抑えられるんだけども、それを曲の中でやっていこうとすると、次のコードに行くときにどうしても演奏が止まってしまうという人のための動画になります。コードチェンジのコツをやっていくんですけども、まあ、最初に結論から言うと、開放弦を使ってでコードチェンジするということなんですけども、まあよく本なんかでもね、そういう書き方をするんですけども、それって一体どういうことってね、本だけじゃ分かんないので、実際に動画を見ながらやっていきたいと思います。で、こういうコード進行を用意しました。 GCDG というコード進行、こんな感じ。C、G、D っていう風に、それぞれのコードが共通する指がないので、全部離さなきゃならないから、なかなかね、最初はスムーズに行きにくいと思うんですけども、これを開放弦を使いながら、スムーズになんとか止まらないで演奏するコツを伝授したいと思うんですけども、さっきは4ビートストローク、ジャン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 、だったんですけども、これのパターンをちょっと変えてみます。こんな感じ。こんな感じ。タンタンタンタタタタが入るんですね、最後に。こんな風にして弾いてみました。これで重要なのはタタで上で弾くときですね。これが重要になってくるんですけども、要はここで手を離します。左手で次のコードに行く、C ですね。上を弾くときにもう離すんですよ。で、次のコードに、その間に次のコードに行ってしまう。で、頭に合わせる。D ですね。上を弾くときにはもう離してしまう。で、次のコードに。ちょっと待って。離して、でも弾くんですよ、こっちで。離して、こっちを弾いてる間に次のコードに行ってっていう感じ。これが開放弦を使ったコード進行、コードチェンジかっていう風な言い方をします。要は タンタンタンタッタの、タの時に指を離して次のコードに行くことで時間を稼いでるっていうイメージ。タで上で弾くことで、離してる間もその開放弦を弾いてることになる。離してる間に上を弾いて次のコードに行くので、開放弦をタの時に開放弦を弾いてることになるんですよ。なので、指を離している時も開放弦を弾いているので音が途切れないように聞こえるんですよ、聞いている人には。そういう風にして、まあ早い話がごまかしているということなんですけども、そういう風にしてごまかして弾くことが、まあ、これが最大のコツになるんですけども、極端にやってみるとこんな感じ。
ここで話す必要なかった。G から G だもんな。ここは話す必要なかった。こんな感じです。話す。話してる間に舌を引いて、なんとか音が途切れないように聞こえさせるというイメージが伝わったでしょうか。まあ今はね、極端に話しましたけども、こんなに極端に話す必要はないんですけども、上を引いてる間に指を離しておいて、こっちで音をなんとか出しておいて、音を途切れさせないようにごまかして次のコードに行っちゃうっていうのが、この弾き方の最大のポイントになります。ですね、まあ、僕もそうなんですけど、多かれ少なかれコードチェンジの時には音が途切れるもんなんですよ、うん、物理的にね、どんなに早くやろうと思っても音が途切れてしまうのはしょうがない。なので、まあ、コードチェンジを素早くするというのはもちろん大事なんですけれども、そうやって上で弾く時に、コードチェンジを済ませることでなんとかごまかして弾くということもとても重要な弾き方になります。だから、まあ、普通の8ビートでやると、これをタンタタンタタタのタの最後のタの時に離して次のコードに行くというイメージになります。タンタタンタタタを弾いてからコードチェンジしようと思うと、これすんごく大変ですよ。なのでタンタタンタタタの時にもう指を離して次のコードチェンジコードに行くことで、なんとか音を途切れさせないで聞く人に聞いてもらうっていう感じで、コードチェンジをすると、割と音が途切れないで、弾いた感じになるので、ぜひ試してみてください。まあね、言葉は悪いんですけどね、ごまかして弾くっていうのは、言葉は悪いんだけども、実は大事なことであって、うん、まあ少なからずそういう風にして弾いているものなので、うん、厳密に言うとね、うん、ゆっくりの時はすぐスッスッスッとね、なんとか音を途切れさせないで弾くようにできるんだけど、早い曲だと特にも、音は必ず途切れてしまうので、そういう風にして、アップストロークの時に指を離してこう次のコードに行くっていう風に音が途切れないので、ぜひ試してみてください。今回はこんな感じです。ありがとうございました。